菅なんていつも目が泳いじゃってんだから、どこ見てんだかわかんねえし。そうそうそう、残念かどうかわかんねえけど、うん。だから国民にもっとこう還元しないと、だってギュッて縛ったんだったら出すもの出せよっていう話になんじゃん。お前ね、言ってんのって。だって基本政府の方針としては国民の生命と安全を守るのが大前提じゃん。何やってんのって話じゃん。そう、まあね、何にもやってねえじゃん。誰で考えてみりゃいいじゃん。えらそうなこと言ってたよ、日本医師会の会長はよ。な、皆さんね、ね、外出控えてくださいなんつってて、てめえがよ、パーティーやっちゃってんだから。バカだろ、まぬけだで、あんなの。そうだろなあ、あのバカ。あいつ自分の講演会の、あいつ会長なんだろ。パーティー百何十人で、うん、参加してんだから。間抜けだろ。国民にそれだけを我慢を強いるんだったら、てめえもやれっつう話だよ。うん。いや、飲食がなかったとかな、あるとかじゃないんだよ。じゃ、バカなんだよ、もう。じゃあよ、俺らも飲食なかったら、みんなで集まっていいのかよっていう話じゃん。じゃあよ、街でよ、な、路上飲み飲食してねえんだからいいのかって話になっちゃうじゃん。バカか、あれ。まあ、顔見りゃバカって分かるけどな、すぐ。おみもバカだし。そりゃそうだんべよ。食わなきゃいいのかよっていう話じゃん。あんなの絶対乾杯の一発ぐらいやってんだよ。酒飲んでんだよ。でっぱちゃんいらっしゃい。パーティーなんだ。どうだんべ？食い物が出なかったらいいんだ、みたいな。いや、酒飲んでいいんじゃん、みたいな。食事の提供はありませんでした。何言ってんの、おめえよ。バカか、おめえ。何、日本医師会の会長だよ。笑わせんじゃねえよ、バカ。クソがよ。クソしかいねえんだよ、ああいうトップはよ。な。なんで？国民にはよ、なんか、いろんな制約かましといて、てめえら好き放題やってんじゃねえかよ。うなちゃんマン五輪反対派だっけ？うん、俺はね。だけど、やりたきゃやれんじゃねえのって。
だって基本的にはやれる要素ないところに無理くりねじ込むわけだから、まあ、やるんだったら国が決めることだから、俺は国民だからそこは文句は言わないよ。だけどやるんだったら勝手にやればいいんじゃねえって、あたし知ったこっちゃねえ、後で泣き入れんなよって話。うん、だから生しもな、ワクチン対策をがっちりやるって言ってもがっちりできると思う？そう思わねえ。いや、どっち向いてんのかなみたいな。まあ、年齢いった人にね、先に打つのはもう全然いいのよ。そっち差し置いてさ、外国から来るのに先に打つとか、何言ってんのかな、バカなのかな、これって。まあ、メディアの印象操作もあるかもしんないけど、まあ、実際に政策がそうなってるから。じゃねえんじゃねえの。そうなの。だけど、オリンピック用のワクチンを日本に入れるわけじゃん。それは国民に使うべきだと思わない？俺打たない。ワクチンなんか絶対打たねえ。あんなもんやばくてしょうがねえから。俺は打たないよ。マジで。正直俺は打つ気はない。ゼロ。打ちてえやつは勝手に打てよって思ってるぐらい。打てないだろ。意味がわかんねえんだ。もう団子虫やめとけよ、お前。もう、サノマニアよ。貼り付きよ。全世界のオリンピック選手が入国前に接種ってことですか？いや、もうすでに、もう例えばオーストラリアの野球チームはオリンピック出場拒否したよね。東京やべえから。なんだろう。まあ、そう考えたらよ。まあ日本のやってることは。どっかちぐはぐじゃねえのって話よ。それでもやるんだって話。おかわりとつきます。そうよ、海外から小馬鹿にされてんだ。
うん、参加しねえって国が、だってねえオリンピック行かないよって国バンバン出てきてんじゃん今。それだけ日本が不安定なんだよ。ちゃんとしてねえってこと。よいしょ。今日はこの一杯で寝るかな。なんか今日阪神勝ったから。まあ試合見てたからな、なおさらだけど酒が進んじゃって。今日の野球見ながら飲んだ酒は最高だったな。うん。まあ阪神ファンからじゃ阪神ファンじゃなくてだったら大したことねえんだけど、阪神ファンは今日はもう絶好調だよね。あよジェイソンいらっしゃい。どうです。あんたたち行くわよ。いいわね。ケビ、よし。いやー、やっぱね、ちょっとね、打線がもう完璧になってきたね。ああ、仲のいいね。うん。カブちゃんありがとうなの。決まった。あら、あとはね、さらにカブちゃんばの。決まった。あら、あとは、大山がどこで覚醒するかなだよね。カブちゃんありがとうの。決まった。トリプルありがとう。いつもありがとうございます。そうなんだよ。なんかちょっとね、やっぱ佐藤ちゃんになっちゃってっから、やっぱ4番大山で、木浪の一発は、あのチェンジアップのあの低めの、インコース低めねえぞ。バチコーンで打ったもんな。ああ、森ちゃん。ああ。あれはもう、読み通りの打ち方だと思うよ。多分あれ、読んでなきゃあそこは空振りするよな。うん。膝元のチェンジアップだから。うん。あんな、いい一発だったよね。うん。今日の試合ね、俺見てたけど、いやうん、木浪あたりでもパチーンって打ったら楽勝でスタンドだもんな。だよ、今日の試合は役者が全部役者をやったってことよ。ああ。で、佐藤ちゃんも、マー君から、一発かましてやったろ？いいじゃねえかよって感じだよね。ああ。なあ。
違う違う、これはあのタバコっていうかあの水差し、うん、いやー佐藤やべ、だから俺前まで言ってたじゃん、佐藤は三振してもいいんだ、あのフルスイングが見たいんだ、から三振はめっちゃ多いだろ、いいんだって、あれでいいんだよ、あとは次は今年ワンシーズンやって来シーズンからボール球の見極めができるようになってくりゃいいんだよ、高めを空振りするのが多いよな、うん、あと外のあのスライダー、うん、そりゃそうだよ、あのフルスイングは空振りでもスタンド開くんだからな、大したもんだよ、うん、新人王はもう佐藤ちゃんに決まりだろう、もうこれで、うん、そうそうカットできりゃな、うん、でもフルスイングはカッターはなかなかできねえんだって、うん、それは木浪とか糸原とか例えば梅ちゃんとかがうまいけど、ああいうフルスイングはもうバット出かかったらもう止まんねえから、怪我だけが心配、ああまあ確かにな、うん、阪神ファンっていうより俺江夏豊が好きだったの、うん、ピッチャーからしたら怖いんでしょうかね、まあストレートで勝負はなかなかしないと思うよ、だからチェンジアップとかあのフォークとか使ってくんじゃないの、うん、おそらくどこ投げようかなって考えるもんな、俺がピッチャーだったらインサイドはちょっと怖くて投げれねえかな、うん、やっぱりアウトコースの変化球から入るな、入り口はうん、そうそう、だから俺左ピッチャーだからアウトコースのあのスライダーとかで多分逃げると思う、振ってくれれば儲けもんだし、まあカットでもワンストライクだから、あとは高めの釣り球と、だって高めだったら当たったってポップぐらいになるだけだから、うん、インコースはおっかねえなやっぱり、うん、あの手のバッターにはだって確実に佐藤ちゃんさインコースは持ってってるからな、全部ほぼほぼ目持ってってるぜ、だからレフトのホームランが少ねえだろ、ガンガン入ってピッチャー考えるんだろうな、うん、
母ちゃんいらっしゃい。インコース強いよな。だからあれじゃねえ、体幹が強いからじゃねえの。軸ぶれねえもんな。だ前に俺言ったやん、佐藤のバッティングフォームってギータに似てるよなって俺言ったやんかよ。柳だ。うん。似てんのよ、頭後ろに残すんだから。みんな突っ込んで打つから、遅れたりするんだけど、頭残してんだからよ。柳田によく似てんなぁと思って、この選手は、と思って。頭残ってる。うん。そう。うん。突っ込まねえもんな。待って、近いところまで球引きつけて打てるかどうかだよね。前打ちしないじゃん。変化球とか来ても前打ちはしないから、だからまあ三振多いっちゃしゃあねえけど、その代わり一発当たったらもうほぼホームランだよ。うん。自分に近いとこまで球引きつけてからのスコーンだから。うん。と思うよ、俺は。うん。そりゃそうだよ、ミート1は。だから相手の投球の球をゆっくりちゃんと見れるかどうかだから。見れないやつは前打ちになるんだよ。30本打ってほしいな。あ、行くかもしんねえな。今のペースで行ったら行くかもしんねえぜ、ほんとに。スイングスピードあるからできるよね。ああ。やべえな。でもよ、阪神タイガース、いい選手取ったな。そう。相手の球を引きつけて、パチンって打てるかどうかだから。うん。いやー、いい選手取ったよ。ほんとに。打球速度が気になりますけど、こないだだってよ、佐藤ちゃん、打った打球速度、171キロだぜ。おかしいだろ、普通に。変化球打ってたぜ。カーブ打って、カーブを打ってんのに、なんだ、打球速度171キロって。えぐいんだよ、だから。ああ。その前に、大山が打ったのはストレート打って163とか4だから。普通に考えたらよ、ストレート打った方が、弾き返しのスピードは上がるはずなのに、もう、全然、なんで171とか。おかしいだろ。もうよ、これはよ、やばいで。ああ。160キロくらいですね、スイングスピード。まあ、少なくとも大山よりは速いと思うよ。うん、かっちゃんよ。だから、えぐいんだよ。うん。じゃねえと、まあ、球速表示でホームランのな、171は俺、そうそう見ねえぞ。マジで。うん。
なあ。いやー、スイングスピードどうなのかね。うん、大谷は180キロいきます。もうさ、ショータイムはもうあれはもう別次元だからな。あの人はもう日本にいるべきじゃない人なんだよ。向こう行って正解なんだよ。そうだろなあ、ショータイムはよ。もうね、あれでいいの。だから別に二刀流とか三刀流とかじゃなくて、バッターで行ったら、俺、首位打者取るんじゃね？一本で、やったら DH で。いや、俺ね、首位打者とホームラン王は取るんじゃない？打点も、だから三冠取っちゃうんじゃねえかな、みたいな。うん。ただ、ピッチャーをやるから、でも、ピッチャーもな、いいんだよな、大谷な。ボールもいいんだよ。曲がる曲がる。まあ、ダルビッシュも曲がるけど、大谷のストレートも魅力だよな。ああ。メジャーリーガーがもう大谷認めちゃってっからな。なんだよ、日本から来たやつどうのこうのじゃねえから。うん。もうメジャーの中では大谷、普通に日本人っていう扱いじゃねえもんな。すげえよな。あんたすげえよ、やっぱり、みたいな。どうす、だから、それで、だから、俺が前に言ったのは、花巻東、バーサス、大阪桐蔭で、藤浪から、甲子園で、大谷ちゃんホームラン打ってんもんな。って打ったやな。藤浪笑ってたもんな。あーあーみたいな。まあ試合は勝ったけど、桐蔭が。その時のホームランはな、藤浪の苦笑い。うん、そう。そりゃな、しゃれな。いや、まあ、だから、藤波は、なんだろう、セットアッパーで行った方がいいって、しばらくは。だって、俺が言った通りになったじゃん。ファーム落ちてから、上げるんだったら先発じゃなくて、セットアッパーでやればいいっつって言ったのに、言ってた通りになったんだよ。なあ。俺、監督やっちゃおうかな、阪神の。あ？藤波はステップの位置を変えたんだよ。うん。うなさんの言った通りになった。だろう、俺だから言ったやん。もう藤波上げて、な、セットアッパーで使えよって。岩崎ばっかり使ってると、もう痛むから。だから、そこを、岩崎、藤波で、うまく、こう、ローテ組んでやりゃいいんだよ。そうだろ？
原ここ見て、おい、阪神のそういうコーチとかは見てねえから、あ、リンカーン。やめれや。俺のことなんか見たってしょうがねえだ。あとはね、俺ね、阪神にね、コーチにね、檜山入れてほしいな。ひーちゃん。どう思うお前ら。まあ、タイガース好きな人いるかどうかがねえの。ひーちゃん入れてほしいな、コーチに。あんなん解説やらせてんのもったいねえよ、なあ。そうだろ？なんで入れねえんだよっていう話だよ。神様だぜ。ああ。川といらねえから、もう。おっさんいらねえんだよ、もう。ロートルはいらねえから。今岡も帰ってきてほしい。古いね。ああ。ジェーン。なあ。新井亮太よりいいだろう。ああ、弟？だって、亮太はもう今、阪神にはいねえだろ？うん。代打の神様だからね。うん、代打率、めちゃくちゃ高かったからな。だから、逆に言えば、原口あたりに、ひーちゃんが、一発勝負、教えりゃいいんだよ。まあ代打に出たらもう初球勝負だからね。そうだろ？